マースケーチャンネル3です。今回はですね、あの、これは俺のレコードじゃないので、えー、兄貴が買ったやつだと思うんですけれども、えー、とレコードをあ,あさって言ってましたら、ね、で,すですね、あの、加山雄三さんの、えー、シングルレコードがあったので、ちょっと加山雄三さんについてお話ししたいと思います。まずですね、このレコードは何のレコードかというと、えーかまあのー、よくね、テレビでか 誘導さんって言ったらこの曲っていうことで出てくるのはこの「と君といつまでも」それからこの「お嫁においで」なんですけれどもそうそうこの「お嫁においで」の方はですねちょっとあの俺にもちょっとエピソードがありましてまああのあれは1980年代ですかあのねあの85年とかぐらいですねちょっとバブルの頃えっと フジテレビのドラマで、えー、南野陽子さん主演の、えー、っとドラマ、えー「熱っぽいの」っていうのをやってたんです。まああのあのね、南野陽子さんが看護師役ででその時の,あの医者の,、まああの,ね、あの家族のところに住んでるのかであの田代正さんもデザイの絶大な人気を誇ってたので。 で田代正史さんにこうアコちょっと憧れる、まあ、看護師役みたいな感じでやったのかななんですがでその中で最終回の方でですねえー、と田代正史さんがそのねこの「お読みに <laughs> おいであの」そのドラマの中でね歌ったんですけどもそれ見たらあのか,っこかっこいいなと思ってで俺もいつか歌ってやろうかなと思った時にですね 一つ下の,あのい,いとこってあのいとこっていあの女の子なんですけどもあの、えー、とあの結婚するって話を聞いたんです。それで、まあ、のう,ちうちではですね、まあ、親父はいなくてでおふくろも仕事で忙しかったのでお前、まあ、一番あのそこのねいとこと仲良かったのは俺なので。えー ほんでお前結婚式行けって言われて、えー、たので,でちょうどその頃はですねあのカラオケがまあ大流行りで、えー、友達によくねカラオケ誘われたりしたのでじゃあその結婚式にじゃ何か歌ってやろうって思った時に「あそうだっ」っの前にそのドラマで田代さんが歌ってたこのおぎにおいでいいなと思って、えー、とカラオケ戦でその練習したんですよあのカラオケ行って。でさ,さて言いざすの結婚式の日になったらですね えーとなんとですねあの兄貴がですねドエラの前の日に, <laughs> に食べたあの食べ物が当たって食中毒になってあのあの自分で動けなくて、まあ、救急車呼べばいいもんねあので動けなくて歩けなくな,なっちゃってでその俺が結婚式の当,当日にの医者連れてくれって言われて。 あのちょうどねうちの仕事場の道路を挟んで向かい側のマンションに当時住んでたんですけれどもそこからあの,あのまあ羽生用にしてこう出てきてね俺があの病院に連れて行ったんですけどもであの実際に、まあ、俺もね何度か2回ほど食中毒になりましたあれってね、えー、もう一日に何度か経っちゃうと思う症状消えちゃうんですよあの本当は。あの本当に な,なった時にはまだ胃がねこの真っ赤になってるらしいんですけども,もうい時間が経っちゃうともうほぼもう治,もう治,治っちゃうみたいなんですがで兄貴がおかげで兄貴を病院に連れていったことでその、えー、と残念ながらその結婚式も行けなくて、まあ、あのでしかもそこからそこからではないんですけども疎遠、えー、になっちゃってであのそこからもうね何十年もう30年ぐらい経ちますかね もあのい,いとことがあったのはその、えー、とおじさんの葬式で来たっきりでもう30年のうち1回しか会わなくて昔は、ね、あの仲良くよく遊んでたんですけどねまあ、まあ、なかなかねあの今だあの平,平成も終わって令和の時代にね、まあ、親戚付き合いしているところがそんなにあるかといえばねあのそうでもないはずなんですけどもね、まあ、ちょっとそれちょっと悔いが残るっていうのがこの。 それから今度加山雄三さんの方に話しますけどもうちの親父はですねあの東京はまあ池袋周りの池袋育ち俺は今あの茨城県なんですけども育ちだったんですけどもそれであの古い話で東京大空襲であのおばちゃんらとその、まあ、要はあの茨城に疎開してきて茨城に住むようになったんですがその疎開する前にだからその池袋に住んでた頃の話なんですが。 俺が生まれた時にはもうすでに死んでいた亡くなっていたそのおじいちゃんっていうのがあの飾り職人やってたらしいんですけどもそのである時ですね加山雄三さんのお父さんっていうのはまあ上原健さんって、えー、有名な俳優さんでまあとあても俺が知ってるの上原健さんって言ったら、えー、大林好きな大林監督の,あの映画「時をかける少女」であのね本当はまあ子供いない。 まあ、子供も孫もいない,い,ないそのお家ちのところにそのでしあの未来から来た深町君が、えーとあのね、住まわせてもらいろいろ捜査して住まわせてもらうっていう家のあるじがその、ね、あの加山雄三さんのお父さんだったんですけども,あのそのも加山雄三さんのお父さんに頼まれてなんかあの仕事であのいたあのお家にね あの行ったそうなんです。その時にお父じもくっついていたらしいんですがその家が、まあ、あのテレビ見てると加間裕三さんはなんか湘南の方に住んでたこともあるしもしかしたら湘南の方家の方にいたのかもしれないんですがその時にお父じの話では上原健さんの,の,のお家に行ったら加間裕三さんが出てきたって言ってましたけども出てきたって言ってもそれあのー。 加山雄さんは全然俳優さんになる前のずっとずっとうちの親父だってそんな子供ぐらいだったでしょうから俳優さんだって子供の数でねだったんでしょうけど出てきたなんていう話を聞いたことあります。それからですね俳優さんといえばあの俺は,俺,はあの俺の動画の方ではお話ししてますけれどもダイバーダイビングやってるんですが一緒にねあのダイビングでねあのダ,イダイビング まあ、あのサークルっていうかダインビングクラブであのあの入れてもらってお世話になったその、ね、あの社長さんなんかもね、まあ、いろんな社あの会社の社長さんばっかりなんですけど社長さんなんかはやっぱり海といえば海外裕三さんってい,いうイメージあるのかね。であのすごいおしゃれでね俺がお世話になった社長さんはあのマリン力でいわゆる上、えー、は紺のココンーブレザー着て下にね えーっとストライプの,あのシャツ着て船の、ねえー、船長さんかぶるような帽子かぶってなんてね遊びに来たことありますけれどもそれがあのマリンレックでねそういうそんな感じのおしゃれなあの社長さんと、まあ、あのお付き合いさせていただいたんですけれどもその社長さんがあのよくカラオケで歌ったのがこの加山雄三さんということで、まあね、あのやっぱし加山雄三さんの歌っていうのはね まああの海を愛する仲間にとってはねみんなあの好きなんじゃないかなって思ってます。あそうそうそれと思い出したんですけどもあの、まあ、あのバブルの頃ダイビングやってたのでその時に聞いた話ですとその一緒に行ったお客さんがですねえー、とその人も船をあの若いのに船をねもう若いよ当時本当に若かったです20いくつぐらいなんですが船持っててその、まあ、どういう知り合いで。 どういう関係だったか知りませんけれども。 蚊山雄三さんが乗っていた「甲真丸」に乗せてもらういて話を俺にこう言うんです、まあ、自慢話なんですけどもそれ見て羨ましいなと思いまして、まあ、甲真丸といえばですね数年前に、えー、とあの消失しちゃって残念なことになったんですけども、えー、その泊まってたいたところっていうのはあの俺もねダイビングで一回行っ,たところもあの行ったこともありますその西伊豆の方の荒里っていうところの漁港の、えー、と反対側のところに停泊してまして俺も写真撮ってきたことが でそのね「香辛丸」っいうのはよくテレビでも見ててなんかすごい豪華な船で寝、ね、室、まあ、があってとか、まあ、料理こう高山雄三さんが振る,振る舞ってくれるなんてう話してね俺も一度は乗せてもらいたいなって思ってたんですがそれをね実,実現できる人がまあそばにいるっていうことを考えたら、まあそのとまあ、バブルの頃でしたけども当時もねすげえ話だなって思ったことありますね。 でいろんなそういった人から、ね、一緒にあの調子の方に船が泊まってるので一緒にあの船で乗りましょうなんて話もねよく当時聞いたもんですまたねあの今はもうバブルもはじけちゃってそういった遊びをする人がねいなく身近にいなくなっちゃいましたのでまたそういった人たちとね一緒に、ね、あの遊ぶことができたらっていうふうなあの、まあ、夢を見ている状態です。ということで今回はまあ短いんですが、まあ、香山雄三さんのお話をさせていただきました。 えー、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケーチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。